奈良市は6月市議会に提出する一般会計補正予算案を発表しました物価高騰対策として子育て支援などで10億円余りを盛り込んでいますそれによりますと物価高騰対策を含めた一般会計補正予算案は15億2800万円で国の交付金を活用するということです 主な事業としては、私立小中学校の児童・生徒およそ2万2千人を対象に、2学期と3学期の給食費を無償化するほか、私立と国立の小中学校に通う児童・生徒などがいる市内の家庭に対し、ギフトカードを配布します。また、妊娠・出産での経済的な負担を軽減するため、妊産婦健康審査の助成を拡充するほか、

一時的なものでなくてです、ね、本来ならば恒久的なものとして、先が見えればです、ね、やっぱりじゃあ、あの子ども、設けられるかなっていうふうな思いにつながると思うんですよね。分かりやすい政策をやっぱりやらないとあの、安心感ってやっぱ生まれないと思ってます。一般会計補正予算案は、来月5日に開会する定例市議会に提出されます。